わかめ出るわ。ラララララ。ラララララ。第1回のミーティング。のミーティング。とりあえず警備。はい。はい、第1回のミーティング、あの忘年会です。忘れます。今日は12月29日ですね。ケビ。ケビ。そうね。あ、生ビールって何が生かっていうと、あの製法が生なだけらしいですけど、それをジョッキに入れてるか入れないかって話なんですよ。ジョッキがキンキンに冷えて、あれだから気分なんか、プラシーボ効果と一緒でき、車体が一緒やったら、あ、つくねもありだな。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。いただこう。念願の、お母さん、念願の、年金、念願です。免許証。ケビ。めっちゃ運良かったじゃないですか。運良かった。かった。これがなかったら年越せなかった。うん、このハラミお作りで。ありがとうございます。お醤油ご厳。はい、毎度。このチャンネルでしか見れないじゃないですか。コマさんの食レポ。そうや。食レポそう。いや、食レポというのは全然あれですよ。私はもうそんな大した男じゃないですか。N 島の食レポは？俺。まだでもほらガソリン入ってないから。おばさんと N さんのこのチャンネルにしか見れないですよ。ナガールがちょっと仕事し始めたでしょ。やばい。どういう仕事？そういうあのネタを打ってくれるのがとてもありがたいです。そうなんですか。そういうだから2人だったらできないんだ。2人だったらずっと食えるわけ。天の声的なね。あのイニシアチブを取ってくれる方がいると、とても助かる。何イマシブシアター？イニシアチブ。何指揮を取る。あ、なるほど。イマーシブシアターじゃない。イマーシブシアターではない。まあでもこの物語が全部イマーシブシアターです。どう転ぶか分からない。体験型劇場です。3D にはならない。3D 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 だよ。3D、ほんまよ。これ 4D や。イマーシブシアターを超えました。これさ、ポン酢もう一個もらったら。醤油で。4年間醤油全部一緒。あれ4年醤油。はい、醤油をポン酢と言い張る N さん。酔っ払ってんすかね。入れたのは僕です。全部一緒のやつを入れました。マジで。はい。次はあなたの番です。来年か。来年まだ降りるってこと。全部一緒やな。一緒ですか。俺が。すいません。邪魔する。お前は邪魔じゃないんだよ。お前は必要なんだよ。めっちゃ。泣きます。あ、いやー、今物で生きてる。じゃあこれで L です。でもあれだよ、本当に流るもあれだよ、もう気負わず酔っ払って適当なこと言ってていいからね。そこ使うんで。うん。それでいいんだよ。ありがとう。それの方がなんか昨日ね、ライブハウスであのはい喋ってて、とあるなんか等身大っぽく見せてるけど、なんか背伸びしてるよね。そうですか。うん。けどなんだろう、そのエンターテインメントありのままで やってたら、その等身大っぽい曲が生きるのに、なんか MC とかでちょっとカッコつけちゃうから、なんかそれが嘘くさくなっちゃう。結局なんか俺らもこの動画で頑張って喋らないってやったら嘘くさくから酔っ払って適当に喋ったことがあのスクリュードライバーやったりするねじ込んでいくから、そうっていうのも昨日そのなんかね、エンターテインメント何なんだろう、歌が上手いだけじゃったらいっぱいいるもんねって話してる。何がエンターテインメントなんだろうってずっとその話してくれて、なんか歌がうまいとか、いろんなパターンがあるよね。歌うまいし、そうね。で、それを好きな人が、他の問題、俺が好きかっていうだけの話。
うん、まあ、今日ね、初のノミーティングということで飲みながらちょっとこの YouTube チャンネル、超コンチャンネルでいいんですかね。ささみが置いていい。そう全然関係ない話をしたの、うん、俺は真面目に話す。もう回ってます。ささみが置いていい。いや、もうこれあれです、亀裂です。なるほど、うん、初回にして初回からもう解散の危機。亀裂です。しょうがないです。で、超コンチャンネルね、1回目で終了やめいやっていくって中で、だから来年どういう企画をやっていくかっていうのをこのミーティング話しておかないと。まあ、もともと出てた話、飲食店応援企画、いいですね。で、僕ら勝手に飲みに行って勝手にあのお店宣伝して、で、ステッカー貼ってステッカー貼って、後日やめてもらっていいですかって言ってやめい場合の人間国宝さん的なね、ノリの企画一つ、うん、あとはエイナさんが言ってたあのウルトラソウル1日レンタル。レンタルウルトラソウル。カーテン開けてほしい。何でもやりますよ。レンタルおっさん。カーテンをちょっと開けてほしい。レンタルおっさん。おっさんレンタル。じゃあレンタル何もしない人じゃない。おっさんレンタル。あ、ええー。令和のよろずや。そんなのがあるの。おっさんレンタル。僕の友達実際登録してるんですよ。あ、それは何、一般の人がやってくって話？一般の人が。そのおっさんレンタルっていうところに登録して、要は別の誰かに喋りたいなと思って人がお願いして来てもらって1時間なんぼみたいな。それはあれなんか、これリアルになるんですよ。登録制の派遣バイトみたいな感じ。そんな感じだね。これ登録制の方がいいかもしれないです。あ、でもそういうノリですよね。だからウルトラソウルに何を手伝ってほしいかっていうのを1日レンタルで。そうそうそう、何でもいいですよ。マグロの解体一緒に行きたいんで付き添ってくださいとか。うんうんうん。ちょっといきなりあの感じ強すぎですけどまあ言うたら子守りとか草むしり。草むしりするわ、するわ、草むしり。まあ、例えばその企画、まあ何だろう、金額設定で言うとしたら、まあ言うたら3人稼働するので、まあ、1日1人1万として、3万円でウルトラソウルをレンタルできますよ的な。まあ、自分手数料みたいな、うん、これはまあちょっと、まあお金がかかるので、はい、まあ、これはちょっと、まあ富裕層向け企画、ね、まあ、ただそれもちょっと YouTube 合わせてもらって配信できるかなというのが、まあその企画ですね。僕やったら面白いなと思ったのが、うんうん、質問コーナーですか。質問コーナー、何これは、あの初体験はいつですかみたいな。うん、答えるんですか。全然答えますよ。記憶の続く限り。知り合いがツイッターとかで、はい。まあウルトラソウル公式とかで、ね、うんうん、僕らに何か質問ありますか。はいはいはい。結構来るんじゃないですか。それはそうね、あったら、うん、あったらあったでそれをまとめてやればいいし。フレキシブルにはいけるよね。逆に小馬さん、犬さんで遊ぼうの。何それ、え、いじられるの私。え、いや、バットで回転してその後まつがれてみてとか。あー、なるほど、そういうことをやれととか言われたら、あの YouTube でこんなことをしてほしいっていうのを Twitter で募集する、うん、逆に。まあ、それはやりましょう。あとは、あとは、うん、まあ、どっか出かけてみたみたいな。あー、旅企画、うん、いいじゃん。天王寺動物園行ってみたとか。あ、いいじゃないですか。男3人で、うん、そう、だから行かなさそうなところです。お母さんも大丈夫です。パンケーキとか食べに行ってもいいですか。うんうんうん、魚とか、うん、あ、いいじゃないですか。やろうが、うん、やってみなさそうなことをやるって結構面白いと思うんですよ、うん、まあ私たちも何やろ、経験不足だからね。サソリ触るとかですね。ああ、いいじゃん。嫌ですけど。ゲテモノ食べるとか。ああ、僕苦手だ。だけど頑張る。あの、そこの、それこそ天の種吉さんってところでゲテモノいっぱい用意してるところで、おばちゃんも名物おばちゃん。いいですね。ミルワーム食べたりとか、うん、ありあり。なんかのね、ミル魚とかの餌ですよね。ミルワーム。おお、それは魚介とかなんですか。魚介、いや、なんかね、ちょっと固めな芋虫ね。でもね、これ昔ね、ブラックバス飼ってる時にミルワーム餌でやったりとかしてたんですよ。脱走したんですよ。持ってきた。そう。うん、
見る番組もうしばらくしてね、あのクローゼットみたいなね、服がめっちゃ穴開いてた。食うんだ。そういえばいいよ。食われてた。やば。未だにそれ、もうその今の実家の前の実家だから、もう跡形もなくいないと思う。当時はね、どこに潜んでるか分からない。怖かった。気がついたら卵みたいなの生まれてる。あ、やば。ありましたね。すごいっすね。うん。結構野生化してましたね、僕の昔の実家は。